50万円分のあの千円札持ってきたんで、意外とでけえぞ。は？これ見せないやつじゃないの？おお、ちょ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 、奇跡。はい、どうも、こんばんにちは、私がありがとうございます。ということでね、僕がね、ずっと昔からやりたかったこのね、1000円自販機を全部売り切れにするっていうこの YouTube の、ね、動画をね、本当撮ってみたいなと思ってたんですけど、結構これ名物じゃないですけど、いろんなね YouTuber の方やってるんで、ぜひ僕もやりたいということで、こいつのほど話して、ちゃんと当たりが入ってるのかっていうのと、あと売り切れしたらいくらかかるかっていうのを、検証していきたいなと思います。ちなみになんですけど、これで出た分のものは全部リサイクルショップ持ってって売っていくらになるかっていうのを、見ていきたいと思います。ちなみに今日ここですね、50万円分の千円札持ってきたんで、両替するのめちゃくちゃ苦労した動画。日曜日で銀行やってなかったんで、ゲーセンとパチ屋で両替してきました。怒られた、やめてくださいって。だから結局1000円両替して100円玉出てきちゃうから、その100円玉女子高生めっちゃ見てたんです。もうそう、やれやれお前らみたいな感じで。はい、ということでね、何が当たるんだっていう話なんですけど、 DS とか Amazon ギフトなどなどですかね、プレステ4に Nintendo Switch、 G-SHOCK、 イオグッズ、あと PS Vita だと思うかな、ミュージックプレイヤーか。はい、ということで、とにかく売り切れにしていきたいと思います。はい、ということでね、早速ね、王様の宝箱、王様の宝箱、王様の宝箱、一発でいきたいと思います。あ、来たね。はい、ですね。でもこれめちゃくちゃ売り切れてない？え、ん、ちょ待って、めちゃくちゃ売り切れてんじゃん。あれ、もうなんか2個しか押せるとこないじゃん。あ、ほんとっすね。なにこれ。え、やば、どんだけ買うの？うんこだな。ってことはこれもう当たり入ってないんじゃない？ありえますね、うん、ゴミしかないかもしれないです。50万円分の1000円持ってきたので、ね、どうなんて。まあ、とりあえずちょっと行ってみましょう。はい、は、ああ、来た。あ、なんか意外と、ちょ、意外とでけえぞ。でかいですね、箱。は、これ見せないやつじゃないの？え、見せれないやつ。これ見せれないやつじゃないの？え、なにこれ。え、え、ちょ、やばないこれ。は、え、これ何に使われるのこれ。ガチ。あ、これか。このスピードくじで、あ、当たりが出るか。この辺が当たるんだよ、多分。あー、なるほど。スピードくじで、この辺が。もうなんだこれ、何に使うんだこれ。一応ね、これスピードくじはまた別で開封したいと思います。はい、じゃあ2回目いきます。おー、ちょちょちょ、奇跡。もう売り切れた、売り切れた。マジか。え、嘘でしょ。これやばくない？オクラじゃないこれ。もうオクラ、オクラっすね。え、めちゃくちゃ遠いとこまで来てんだけど俺。ですね。めちゃくちゃ遠いとこまで来て、え、ちょ待って。あ、それ箱で。え、なにこれ、なにこれ。ランタン。キャンプ行かんねえよ俺。ランタン。あ、でもそれスピードくじついてなくないですか？あ、これスピードくじついてない。なんで？激アツなのでな、さっきの。とりあえずちょっとランタン出たんで。はい、これあれだな、もう一人マネージャーを。あ、ちょっと待って、売り切れた。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、あ、本当だ。え、ちょっと待って。スイクマン。え、ちょ、やばい。え、ガチ。え、ここちょっと光って、ちょ、え、ちょ、はい、ということでね、闇を暴く検証動画みたいな感じなんですけど、2000円で王様の宝箱は売り切れにできるということでございます。誰と暮らすかこれ。マジかよ、これやばいだろう。いや、マジでやばいっすね。これマジでやらせとかじゃないですからね。1時間かけてここに来てんだけど。そうですね。挨拶してきて、すいませんとか言って、売り切れにさせて帰るんでって言って、意気揚々とここに来たらもう2000円で売り切れてる。衝撃だろこれ。衝撃。はい、ということでね、これはさすがにちょっと持ってきれないんで、またちょっとね、王様の宝箱自販機ちょっと探してくるんで、はいはいはい、そこで次回検証したいと思います。今日はね、ここまでです。まあ、ちなみにね、隣の自販機あるんで、こいつじゃあもう売り切れさせちゃおうかな。はい、了解です。これもね、俺やりたかった一つなんで、はいはい、はい、で次回こいつ売り切れにさせます。いくらかかるのか。次はね、よかったらね、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。